フリードリ・ヒデア・グローセは、ドイツ海軍の土球戦艦、カイザー級の2番艦として建造されたが、太陽艦隊の機関として司令艦設備を有し、水に近くに、後部環境や司令艦用ランチなど、他の同系艦と若干構造や偽装が異なっている。本艦が特別に建造されたことにより、普通1クラス4隻の同系艦が整備されるが、 本級のみ五隻の同系艦を揃えることになった。名前の由来は、プロイセン王フリードリヒ二世の功績を称えた、フリードリヒ大王の損傷から。なお、過去に、同盟のドイツ海軍艦艇として、プロイセン級装甲艦が存在した。帝性ドイツ海軍のナッサウ級、ヘルゴラント級に続く、第三番目のド級戦艦のクラス。 全2級に比べ手法配置や機関が大幅に変更になり、性能の向上が図られた。手法配置は、イギリス海軍のネプチューン、コロッサス級戦艦に習い30.5、平方センチメートル連装砲塔を5機装備し、2、3番砲塔が定型配置で、反対原営120度社会、4、5番砲塔が背を意識に配置することで、ナッサを急。 ヘルゴラント級の六角形配置12門より1機、少ない手法配置で両元には1機2門多くすべての手法10門を発砲可能にし、ネプチューンより3メートル以上幅が広いことによる手法発射の安定性と防御上の利点も獲得した。が、イギリス海軍は、直にオライオン級戦艦34.3、平方センチメートル連装砲と5機をすべて、 中心線上に配置したちょうど急戦艦を開発して優位を確保した。期間はレシプロから蒸気タービン機関に換装し、重油燃焼管を設け、特に最終5番艦プリンツレゲントルイトポルトは3、軸の内中央軸をディーゼル機関で回すという計画もあったが、結局取り留めとなり、1ノット程度他の同型艦より速力が落ちてしまった。 いずれも法配置の変更による攻防力の改善ほど全球より向上できなかった。フリードリ・ヒデア・グローセは1910年1月16日フルカンシテッティンで、帰港、1911年6月10日、浸水1912年10月15日収益、4580万2000金マルクの経費がかかった。収益直後から太陽艦隊の機関として、 1916年のユトランド沖海戦にもラインハルトシェア中将が本艦上から全艦隊の指揮を取り特に損害も戦果もなく残存した。1917年3月14日からバイエルン級戦艦のパーデンに帰艦は引き継がれた。1917年8月上旬、キール軍港に係留中、プリンツレゲントルイトポルトとの乗務員に反乱が発生した。 この時には鎮圧されるが、10月下旬の反乱から、ドイツ革命11月の定戦崩壊、停戦へ発展することになった。第一次世界大戦後、大国伊諸島のスカパフローに、他の多くのドイツ海軍艦艇と共に抑留され、ルートビヒフォンドイター提督は本艦に、正規を掲げ、抑留艦隊の一連の指揮をとり、1919年6月21日に、 スカッパフローデのドイツ艦隊の自震の信号も発せられた。その後1937年4月29日引き上げられ8月5日までにロサイスで解体された。ありがとうございます。